によってはコントラバスという楽器に持ち替えて演奏することも。力強い重低音でバンドを支えます。それではエレキベースで演奏します。お聴きください。次は打楽器です。ドラムや大太鼓などはもちろん、鍵盤楽器なども打楽器に含まれます。本日はドラムのアドリブで演奏します。お聴きください。